本日はどうもお忙しいところをお越しいただきましてありがとうございます。私たち夢島懇談会と略称で呼んでいますが、夢島の都市計画変更を考える市民懇談会ということで、もともと工業地だった軍工業地だった夢島を商業地に変えるっていう、その都市計画変更用途変更の時にそれぞれの分野で活動している個人市民団体が集まってできたネットワークの団体です。このピンクの冊子が私たちが昨年2019年作成したんですけれども、2019年4月のその用途変更説明会を契機にスタートしています。まさに今用途変更を工業地から商業地に変えたということので、商業地として活用するにはどういうふうにしたらいいのかというところで土地改良費とかっていう問題が出てきています。こうやって活動してきたわけですけれども、まずその夢島が万博とカジノと両方使われるということで、万博、もともと夢島の機能でいうと物流の拡充であったりとか最終処分地であったりとか、そういうものではなく万博やカジノ、そういったものに用途変更されて、その環境的にどういうふうな影響を与えるのかっていう、SDGs の観点からもどういうふうな大阪市博覧会協会が対策を取っていくのかというところで環境アセスメントに注目して私たちが活動してきましたので、まずは事後保護キャンペーンセンターの蜷川の方から、環境アセスメント万博について報告いたします。蜷川と言います。よろしくお願いします。お手元の方にですね、A4 1枚と付属資料ということで、ごめんなさい、A4 1枚は付属資料の方で、で、A3 が1枚ということで、あります。A4 1枚の方は、環境アセスメントの現状という、いわゆるどの段階に来ているかということの説明書きです。で、A3 の方はですね、大阪市長意見が、聞いているところによると、この2月の中旬頃に出されるというふうに聞いてますので、こういう記者会見の場も出してもらったんですけれども、その大阪市長意見への、大阪市長が意見を出す、事業者である万博協会に意見を出す際に、こういうことを留意してほしいというふうなことを A3 の方には書いてあります。で、年末の12月28日にですね、専門委員会、傍聴させてもらいましたけれども、大阪市長意見を作る際の、基本的な専門委員会からの意見というのがこういうふうな冊子があるんですね。でこれはですね、大阪市 の環境部の方 のホームページの方にも出てますので、それは A3 の一番下の方にですね、専門委員会報告書というのをホームページ書いてあります、アドレス書いてありますので見ていただいていいんですが、この最後のですね、2枚指摘事項というのがあるんですけど、ここに、あります。基本的な要約っていうのが、専門委員会が言いたいことはここに書いてあります。それをですね、 A3 の方に簡単にまとめました。で、端的に言いますと、専門委員会の皆さんは大阪の市民なり多くの方々の意見、団体の意見を反映されて、努力してもらって反映されているというふうに思います。でそういうふうな専門委員会の意見をですね、大阪市長は反映してほしい、実行してほしい。その際に課題としてあるのは、むしろ抽象的すぎるので、万博協会の事業所、事務所自身が具体的なプロセスを明確にしてほしい。これは専門委員会の意見と同じなんですけれども、そういうふうなことが事後調査っていうのがありますんで、評価書が出た段階でも事後調査という、そういう計画書を出さなきゃならないので、そこが注目点だろうと思っています。でそれが A3 の方の上4、5行で書かせてもらいました。で、専門委員会が指摘しているポイントは、7行目からですけれども、とりわけ脱炭素、資源循環、自然共生の取り組みにあたっては、その具体的な目標や整備、行動計画を示し、進捗状況や成果を逐次広く発信、共有することにより、世界の人々が未来社会を体感する契機とすることです。
こういうふうなことを書かれています。私の言葉を使うとですね、準備書っていうのはものすごくその具体性がない、段取りとかそういうことについてですね、それは専門委員会の方がおっしゃっていることなんですけれども、私が決めれば報告書レベルだと、これから準備書が始まるんだっていう程度のものに近すぎない、要するに具体性がないという意味で、計画性がないと。で、例えばということで、3点挙げています。1つ目は会場配置計画の課題です。この会場計画の課題と書きましたのは、そこの6行目以降に書いてあります、冒頭に引っ張ってますけれども、パビリオンの参加計画、参加国というのは海外から12月末が締め切りでした。で、1月7日段階で現在72カ国6国際機関で、当初目標というのは150カ国25国際機関には届いていません。で、こういうふうな状況において、万博協会が大阪市に事務所を出してるわけですけれども、出したのは去年の9月末の段階なんです。なぜここまで急ぐのかっていう、こういうことで果たして、パビリオンというのは万博の基本的なメインですから、そして参加国自身が冒頭書いてますように、基本的な世界の人々が未来社会を体感するようなことができる、その材料が提示できていない、こういう事務所でできるのかというようなことがあると思います。そのことを、そういう中においても、万博協会の石毛さんが、この1月26日の講演で、来年4月のパビリオン建設、早くと早く工事を始めれるように早くしなさいというふうに急いでられるわけですけれども、そういうふうな状況の中において、そして150カ国には満たない中において、未来社会を体感するケースになりうるんだろうかと、このパビリオン計画というのが。というのが1点目の課題であります。で、2点目の課題は、サブテーマは3つありますけれども、そのメインとしてある命を救うという、こういうサブテーマ自身の視点がないというふうに、私どもは批判をしています。で、それを以下3行読み上げますと、環境アセスメントは、事業による生態系や生物多様性など環境への影響を少なくするための手続きですけれども、万博協会は事業計画、会場計画のうちのですね、環境保全しか考えていません。大阪市全体内、夢洲全体内の環境保全という視点はありません。で、専門委員会は指摘事項、先ほどお見せしました、これの5番目にある動物生態系という部分でこう書いてあります。夢洲では多様な鳥類が確認されていることから、専門家の意見を聴取しながら工事着手までにこれら鳥類の生息生育環境に配慮した整備内容やスケジュール等のロードマップを作成し、湿地や草地、砂礫などの多様な環境を保全創出することということを要求しています。で、私どもは万博協会とも話し合いをしてきました。大阪市とも当然話し合いをしてきました。で、昨年の5月か7月に夢洲で繁殖のために渡り鳥が、クワジサシが2、300羽来ています。このクワジサシというのは環境省が絶滅危惧種2類として保護すること、これ強制的ですけども保護することを求めているものです。で、万博協会は準備書でこう書いていました。防潮ネットで会場内の影響を防止する、そして会場周辺のクワジサシの巣作りを保護することは考えていません。こういうことが実態であります。大阪市立自然博物館の担当は、さまざまな大きさの小石が混じった地面が巣作りに適しているというふうに言ってますし、実際夢洲で工事されている、管理されている公安局の担当者は5月末に万博造成地で50個の卵を確認しています。で、そしてその後周辺 4.9 ヘクタールを立ち入り禁止にしています。いわゆる万博事業のコンセプトである SDGs 達成に貢献するチャレンジということを言ってますけれども、言うならば少なくとも大阪市立自然博物館や大阪市公安局のそういう活動取り組みに学ぶべきではないでしょうか。で、最後ですが、SDGs に反する大屋根建設工事は中止すべきです。コロナの感染下で経済の見通しは定まっていません。高齢化と少子化で大阪府市の財政も厳しい中で、
万博建設工事費が1850億円と600億円増の見積もりが出ています。そのうちパビリオンワールドを囲む一周2キロの大屋根が350億円を占めていますが、それは大屋根の関係で延長したがゆえに170億円増の見積もりが出ています、うん、わずか半年の万博事業で大量廃棄物となる大屋根工事に350億円を増やすことはそもそも SDGs に関する行為で、命輝く未来社会にはとても貢献などできません。大阪万博は SDGs の看板に隠れた大規模工業事業に過ぎないと批判されたわけです。私は地方キャンペーンセンターは国際自然保護連合 IUCN のメンバーでもありますが、海外の仲間に対してこういうふうなことを認めることはできません。私たちは具体的なプログラムやプロセスが決まっていない万博協会の人物のやり直しを求めてきました。ただ大阪市が依頼した専門委員会の報告書では基本的には反映されているので、万博協会の準備書を認めるとしたとしても、万博協会の準備書に対する専門委員会の提言を認めたとしても、基本的に評価書が出た段階でも今後の事業進捗に合わせたフォローアップ、これは法律で決まってますから、自己調査、こういうことをやっていきますということを基本的に提示する義務がありますから、それを注目し、基本的に大阪市長に対してはまず大阪市長意見としてそれを明確に書いてほしいということを求めたいと思います。以上です。今ですね、冒頭でありましたこれの一番最後の方に、ね、この環境説明 この進捗というか流れというのがあるんですけれども、今もうここまで来てます。で今度2月の中旬に市長意見として大阪市の意見を出す、要するにその分厚い検討報告書を見ていただいたら分かるんですけど、博覧会協会は環境対策とかいうその対策をやる気が全くありません。ないのでもう大阪市としてはこの時に大阪市長意見としてあれやれこれやれっていうのをちゃんとポイントを押さえて言わないと、博覧会協会やらないままもう次元的組織ですから、終わった後大阪市が夢島のその対策とかっていうのを後始末しないといけなくなるっていう、その大事な局面になってます。で次に2点目、夢島の土壌汚染、液状化対策790億など、そういった視点の財政的な問題と、あと愛知万博でも環境アセスメントにすると問題に取り組んでこられた山田明先生の方から発表します。はい、じゃあ私は山田明、名古屋市立大学の名誉教授でありますけども、ずっと愛知万博をフォローしてきました。で今大阪市で転居しましてですね、ずっとこの夢島のことをまたウォッチしております。お手元に両面コピーで載ってますけども、私地方財政、特にこういう大規模なイベント財政についてずっと研究したりしてきて、そこにですね、夢島開発、万博、IR、カジノ、地元負担膨張の構図、特に大阪市のですね、負担がどんどん膨張している、もう今、何千億円という単位でですね、当初計画から、矢場建設事業費がですね、増えております。こういうお祭り型公共投資に伴う地元負担膨張の構図という、最初ちょっと一般的なことを、私がいろいろ東京オリンピックにしろですね、愛知万博にしろ、もっと前が長野オリンピックとかですね、いろいろ調査したことを、こういう、形で、まとめて、それが今大阪で起こりつつあるという、そういうところ、特に大阪の場合はですね、愛知万博の場合は会所の森というそういう里山を潰すということで会場が変更になりました。大阪の場合ですね、人工島の埋め立て地の夢島というところがですね、夢島特有のコスト上昇のメカニズムがあるということが、我々ずっとその数年前から言ってきたことがもう現実のものになりつつある、なっているという、そういうことをぜひまず喋りたいという、そういう点で790億円という IR 事業地候補地のですね、問題というのは一つの象徴的な問題として簡単に報告したいと思います。でご承知のように昨年12月21日の
戦略会議でですね、790億円を、まあ、いわば公営事業会計からですね、出すというか、簡単に言えば借金でまずは対応するという、そういうことが出てます。この戦略会議のこの議事録を見るとですね、非常にIR 推進局長の発言なんていうのは非常に悲惨に富むというか、副市長がですね、非常に心配なことを、まあ、問いかけてもですね、非常にこんなもん大丈夫だというような感じの、かなりIR 推進局ずっと僕もフォローしてるんですけども、非常に傲慢なというか、まあ、ついこの前 IR 推進会議というのも傍聴したんですけども、非常に要はですね、その前に12月にですね、その8日にですね、リスク管理会議というのが出されて、公安局から、まあ、が、まあ、OK サインを出したというようなことを、まあ、説明会の場でも言ってましたけども、下にちょっと小さな図が出てます。で、拡大コピーをさっきやってきたんですけども、要はこれ、夢洲の埋め立て事業費がですね、2020年から、一番左が2020年、一番右がですね、2064年、令和46年という、こういうので、結局、この下の方が全部マイナスというか、いわばその、資金ショート、まあ、お金が足らないという、そういう図なんですけども、その平成じゃなくて、令和58年、2076年にはやっとプラスに転じるというようなことが、右の方にちょっと書いてありますけども、2076年って今から54年後のことを、普通はこういうことまで、こんな遠い先までですね、こういう中心見込みを出すなんてのは、ちょっとありえない話なんですけども、これを平気で出して、だから大丈夫なんだと。で、その先島とか前島も含めて全体ではもう大丈夫だというのは、そういうような言い方ですけども、まさに一般会計にも影響が出るのは当然であるというようなことは、まあ、財政学をやってきた人間としてはですね、このリスク管理、理会議でもかなり専門家からもですね、公認会計士さんからも、まあ、その心配の声が出てたということが議事録に出てます。その裏側にですね、なぜこういう異例の財政負担を決めたのかという、この経過を追うとですね、非常にこれ、まあ、いろんな問題が見えてくる。昨年の2月12日の戦略会議の要旨にはですね、まあ、こういう修正案を決定したと、土地の対策についてですね。でもこの僕はど今情報公開請求やってますけど、まだ回答来てませんけども、その普通戦略会議にはですね、議事会議要旨のほかに議論内容というのは詳しい内容がですね出てる。昨年12月21日のやつでもかなり詳しいやり取りがご覧にいただけますけども、この会議だけはですね、議事録が議論内容が掲載されていないんですね。なぜかということで、まあ、情報公開請求している。これ自民党の議員さんも黒塗りの資料がしか手に入らんとか、そういうことがどっかで書いてありましたけども、まあ、それと関連しているのかどうかよく分かりませんけども、まあ、そういう昨年の2月に変更した修正した案に基づいて、いわば募集要項が作られて、これも3月19日でしたかね、公開されましたけども、結局はそのもうこの段階でその大阪市が負担しますよという、そのことが募集要項にも記載されているという、募集要項の11ページにちゃんと書いてあります。詳細については事業条件書等において示すと書いてありますけども、これが12月21日の戦略会議で決まった内容であります。この間の経過、要は簡単に言えば、そういうその、まあ、MGM、オリックスからのかなり圧力を受けてですね、その、まあ、結局、その時1社しか応募してないわけですから、まあ、その圧力で募集要項は書き換えて、まあ、1社に決定したという、何が公明。公正な手続きでやったというようなことを説明会で先日も言ってましたけども、そこら辺は非常に、まあ、
問題があるじゃないかということで、まあ、あの私としてはあの情報公開請求をこの間あの立て続けにやっておりますけれども、で、まあ、そういう点ではあの、まあ、いわばそのまさに790億円、まあ、これも790億円じゃないと思いますね、もっとどんどん増えるという、だから地下鉄の202億円は、まあ、IR が負担するけども、もっとその何倍かのお金をですね、その大阪市が負担するという、そのことが大阪市の財政に極めて大きな影響を長期的に与えるという、そういうことで、ぜひですね、これは議会でですね、議論してもらいたいという、で、こういう不透明なことをですね、その住民が知らないまま、情報を十分提供しないまま、この決定するのはおかしいということで、つい先ほどもあの8階 の, あの市会の事務局へ行って、陳情書を出してきました。せめてですね、しっかり議論をせえと、予算審議をせえと、それとやっぱり、その議員提案の、住民投票等のですね、いろいろ市民に本当に声を聞く機会を設けろと、本当は僕、今週の土曜日のですね、説明会でこういうことを発言しようと思ったら、昨日メールが来ましてですね、中止だと、まん延防止で。でも今週の月曜日にはちゃんとまん延防止が出たにもかかわらず、開催 してるわけで、説明会を。よっぽど僕の発言を阻止しようとしているのかという、まあ、そういうぐらいのことを、まあ、どうもちょっと長くない、すいません。はい、山田先生、ありがとうございました。3つ目に私の方からですが、大阪 IR で起こる ISDS の損害賠償請求とかリスクについてという、何枚か閉じてある部分が私の資料になります。夢洲問題から事務局もしておりますが、もともとの所属は NPO 法人 AMNET というところでして、長年 TPP の ISDS 条項であったりとか、その自由貿易協定とか、そういったことに対して取り組んできた団体です。で、今回、大阪 IR の区域整備計画を見ていて、気がついた点を、リスク面っていうのをお話ししたいと思います。で、まず一つ目が、リスク分担っていうのが明確ではありません。詳細は実施協定に示すというふうに書いてあるんですけれども、実施協定というのは、これから2、3月議会で決議がされて、国に申請して認可を受けて、そこから実施協定も一緒に決まってくる、そこから締結という流れになっていますので、詳細は実施協定でというふうになると、要するに実施協定、契約するときにしかそのリスク分担が分からない、そのリスク分担が分かる前に議会で決めてしまうということになります。リスク分担書かれてないんですけれども、ってことは、何かあったとき、被害を受けた、まあ、例えば災害のとき、被害を受けたときっていうのに、どちらがどこまで大阪市が負担するのかっていう、その負担が分からない、例えば水道民営化 の実施プランもそうでしたし、PFI の管路耐震化事業の PFI のときも、ちゃんとリスク分担あります、こういったときは大阪市が負担する、こういったときは事業者というふうに。そのリスク分担がどちらかでなっていうのが明確になってないと、いざというとき、どこまで補償を求められるかっていう、将来リスクが分かりません、実施協定はもう契約と同じですので、まずは最低限、リスク分担が確定してから、その確定して、その確定したリスクをちゃんと議会、本当にこれ、大阪市の将来にして、これ、本当に将来のためになるのかとかいった議論をちゃんと議会でしてから、そこから議決すべきだと思います。うん、で、2つ目、契約解除の記載がありません。実質的に、ただ実質的に読んでいると、IR 事業者側はいつでも撤退することができます。ですが、まあ、だから例えば今回、790億円土地改良費をもしちゃんと予算措置されたとしても、開業前に撤退することすら可能です。で、一方、大阪府市は撤退させれば、損害賠償請求されるリスクがあります。ということで、すごい不平等な内容になっています。でも実際にその記載がないので、どういうふうなことが起こるのかというリスク の試算もできてないということになります。で、3つ目、IR 事業用地の適正確保によるリスク、土地所有者として適正確保するというのは、まず引き渡し前に限るのか、将来にわたるのかというのを明記されていません。ただ、文脈としては将来にわたるというふうに読めます。さらに松井市長も市の責任と言い切ってますし、
今回790億円を予算措置したというふうになれば、将来にわたって大阪市は出すという意思表示をするわけです。なので、その意思表示をする中、IR 事業者を投資することになります。でもリスク分担も決まってない、何も決まってないということは、例えば災害時、何か被害が起きたというふうになったら、大阪市はその土地のところを整備すればいいのか、その被害を受けた土地の上に建っている建物も被害、ちゃんと損害賠償するのか、もしくはその時に営業期間が営業できなくなった、その営業 その利益までやるのか、いろんなところまで保証するリスクがある、そのリスク分担決まってないまま、契約解除のところも決まってない、土地 の適正確保っていうのもどこまでか分からない。っていうふうになると、もし大阪市がすごい、多分何千億っていう被害に、多分そういった時になるでしょう。でその時に、大阪市がもし、いや、そんな予算措置できません、カジノだけにそんなお金出せないってなった時に、訴訟リスク、ISDS という訴訟リスクもあります。逆に大阪市が、大阪市、IR 事業者のところだけをやったっていうふうになれば、それ以前に買った土地を買った人たちとの契約者との不平等になります。IR 事業者だけ出して、なんで他のところ出せへんってなる、訴訟に起こる可能性があります。なので、将来的にその適正確保っていうのは、大阪市が IR 事業用地の、ちゃんと土地改良を負担しても、しなくても訴訟の種になるということです。で4つ目、投資家の期待を裏切った場合のリスク、これが ISDS 条項です。まあ、TPP だけではなくて、まあ、何十個と日本は投資協定を結んでいるわけですけれども、国内裁判とはまた別に、投資家対国家の紛争回想手続きというのが ISDS です。これは例えば、何が問題かといいますと、普通の国内の損害賠償請求であれば、まあ、基本的には被害額に対して の賠償になるかと思うんですが、ISDS の場合は、投資家の正当な期待を裏切ったときに生じた逸失利益、本当だったら儲かるはずだった利益っていうのも損害賠償の対象になり得ます。途中解約のときもそうです。例えば将来、カジノを止めると公約に挙げて、もし知事、市長が生まれた場合も、今回、実施協定で契約が一旦結ばれてしまえば、ISDS の対象になり得ます。つまり将来カジノ今回も65年契約ですけど、その間にもうカジノはいらんと市民、府民が判断したとしても、もう実際に賠償金があまりにも高額であれば、その賠償金払えないということで、もう撤退することもできない、将来世代の選択も奪いかねません。で5つ目、大阪 IR は実質65年契約です。大阪 IR はもう35年という長い、非常に長いんですけれども、さらに事業の継続を前提として30年の延長を協議されるという書かれています。つまり実質的に65年のライセンスを認めていることです。マカオの更新も今度20年から10年と縮小される。そんな中でなんで大阪だけ65年契約なのか、長すぎます。でほとんどの市民は、松井市長が IR には、カジノには1円も税金使わないと、何度も言われてます。そういった中で、こんだけ費用が高騰していることも知りませんし、財政リスクも知りませんし、大阪 IR の計画がこれほど縮小しているということも知りません。なので、やっぱり本当に夢島を商業地としてこれから使っていくのかっていうのもそうですし、これだけ財政リスクある、これらをちゃんと周知して、もう住民投票で市民の意思もせめて図るべきですし、もうそれ以前の問題として、今、4月28日に国への申請期限、これ、期限ありきで進めて、無理くり進めているというのが非常に問題です。他の地域で4月28日出せる地域があるのかどうかも分からない、そんな中で、国に延期を求めれば、こんなにタイトなスケジュールでする必要はありません。こんなに変わった大阪 IR 計画、これは皆さんもご存知のことも多いと思いますので、省きます。ISDS についての参考情報、もう一度、ちょっと難しいですので、簡単にお知らせしたいんですが、公平・公平待遇と収容っていうのが、これまでよく問題になってきてます。で、これはほとんどの事例が、
投資家の正当な期待を保護しなかったということで、この公平公正待遇を義務違反って認められて、何十年分も、まあ、例えば100年分の予算、その賠償金払うのに100年以上かかる、まあ、そういった財政規模とか関係なく訴えられることができ、訴えられてきた、そういう判例が出てきたというものです。例えばドイツも脱原発、3.11 の後、脱原発を言ったというところで、原発の会社に訴えられた。で結局あんだけの火事が起こって、それまで安全とされてきたものがこんだけ被害が出るんだ、事故が起こるんだっていう状況が一変しているにもかかわらず、3000億円の賠償金が発生しています。なのでもし将来世代がカジノでこんな経済が疲弊したとか、ギャンブル依存症で大変なことになったとかっていうことも、これ想定済みの話ですから、原発ですらドイツ政府は負けたっていうふうに考えると、もう訴えられたらまず負けます。で対象となる紛争っていうのは、見解が相違したら、もう非常に、もう要するにもう非常に範囲が広いです。対象も広いですし、投資財産という定義も非常に広いです。で日本とアメリカに投資協定は結ばれてませんが、子会社、孫会社通じて投資すれば、その国の協定でカバーされますから、どこでも行けます。で今回の場合は多分投資財産は多分契約に基づく権利等というところになろうかと思うんですけれども、今回実施協定を結んで締結してしまえば、その投資財産として認可される。で、まあ、ISDS というのは非常にややこしい難解です。ですのでなぜかというと、協定ごとに条文の書き方が違えば、その判例っていうのもバラバラですし、一審制ですが被告側と原告側両方ともが合意しないと内容公開されないので非公開です。で、そんな中でこう判例を積み上げるっていうのもごく一部しかできないということで、世界中に仲裁できる人っていうのは数十人しかいません。で、6年ぐらい前 TPP のその妥結かどうかとかって言われてた時期に、TPP 対策本部の事務方トップが日本にはその時日本には TPP でとかの ISDS の判断できる仲裁人できる弁護士はいないってその時も言ってましたし、今も多分いないと思います。できるとしたら人ぐらいかなってみんなが一人思い浮かべる、それぐらいのレベルで日本人では一点も一人とかです。でその国側と投資家側がの仲裁人が同じ事務所っていうケースもいっぱいありましたっていう中で、大阪市の職員が非常に優秀だと思いますが、政府の説明会すら大阪市の職員は行ってません。なので ISDS 知ってる大阪市の職員は個人的に勉強していなければまずいないです。で過去判例では、まあ、先ほどドイツの例も申し上げましたけれども、環境保全とか健康被害とか、まあ、そういったことを理由にした規制措置でも投資家の正当な期待を裏切った、保護しなかったというところで訴えられる、認められたケースもいっぱいあります。で今回リスク分担についてなんですけれども、リスク分担の詳細な担当、これは大阪市が持つとかっていう役割分担、リスクの分担は決まってないんですけど、基本的な考え方というところだけ決まってます。でここで抜粋してるんですけれども、まず法令等変更で国側が変えたときは、法令とかを変えたときは事業者が負担する。でも府市が変えた場合は、事業者に生じた損害等をそれぞれ補償するというふうになっているので、まあ、何かあったら大阪市は補償するということの考え方はもうここで書かれている。で国は一方もうここでも認めてないので、もう大阪府大阪市だけがリスクを負うというような不平等な内容になっています。まあ、これだけ大阪IRの計画も変わってなっている中で、やっぱり住民投票もそうですし、国の認可の期限というのも、変えてほしいと思っています。で最後に、長くなってきたんですけれども、まあ、今回大阪 IR というのがサステナブル投資、まあ、そういった SDGs であったりとか、そういった世界の流れで潮流からはすごい逆行している内容ということで、
それぞれの今回投資を決めた三菱 UFJ と三井住友の方には国連が定めた責任銀行原則、これ別に全部の銀行がサインしているわけじゃない。わざわざうちの銀行はサスティナブル投資とかそういうところ、SDGs とかそういった社会に対して貢献する、そういった投融資をするんだということで、わざわざサインした、この責任銀行原則、PRB といいますが、こちらにわざわざ署名しているこの2行が、わざわざ大阪 IR に投資しているという皮肉、これについて公開質問状を送りましたが、2行とも返事はありません。で次に地元の20社、この各社は通常何て言うんでしょう、投資を出資をされるわけですけれども、うん、その出資について回答、公開質問状で送ったところ、回答結果一番最後のページにあります通り、20社中8社が回答なしでした。で回答差し控えるっていうのみの回答が7社でした。でその他 IR 等へのコメントがあったのが5社になります。で関西電力さんは、実現に向け、協力できることを検討していきたいという非常に前向きなお話で、2番目が、JR が関西経済の活性化につながる可能性があるというふうに認識されている。で大阪ガスさんは、インフラ整備が IR 整うから経済波及効果が大きいという前向きな回答、こういった感じになっています。回答いただけただけで、回答がなかったところをまず批判したいんですけれども、これだけそのコロナであったりとかっていう中で、大阪 IR に投資するっていうのが、その企業のサステナブルとかそういったところ、やっぱり国際的にもそういったところをちゃんとしていないと、企業としての企業価値が下がるっていうところにも、問題を、課題を思ってないんだなというところで、すごい非常にがっかりしているということで、私の話を終わります。ということで、今からちょっと、質疑応答をしたいと思いますが、ご質問あるところはいらっしゃいますでしょうか。関西テレビ長く山田先生に伺いたいんですけれども、会見でもおっしゃっていただきましたが、改めてその700億の負担についてですね、例えば液状化対策の費用は、今まで大阪市がこれまで負担したことがないということで、前例がない中での、特例とも批判されてますけれども、そこを市が負担すると今、市長を表明していることも、改めてちょっと見解を伺いたいということと、大規模リスク管理会議の中で、先ほどシミュレーションを出されてましたけれども、あるいはこのお示しいただいた夢洲土地造成事業の、今、市が出しているシミュレーションだと、積み立て事業全体で見れば90億円なので、このあたり含めて改めて。でまず後の方のこれが今おっしゃった収支見通しの全体の、先島とか前島の、土地がぶれたりした場合、こちらの上島の赤を、補填できるというそういうわけで、これはできたらの話で、その辺のまだ詳細なデータがですね出されてなくてですね、我々もなかなかこれはこの予算審議で多分出される、もう来週ぐらいには出ると思いますけども、それを見てまた判断したいんですけども、非常に楽観的な見通しというか、でその IR ができる、例えば10年先の問題とですねの、経済状況とかですね、そこら辺は全然計算に入れてないこういう見通しで、非常にこれ自体が非常に楽観的だというようなことが、リスク管理会議の専門委員会からもですね、いろいろ懸念の声も出てたと思います。でなぜ前例のないことをやる、やってまでですね、こういう790億円、これは最低の金額だと思いますけども、を負担するのかというところがですね、結局、ちょうど1年ぐらい前のその状況といいますか、とにかく大阪府市はですね、IR 業者にも、その、逃げてもらいたくない横浜がああいう状況だったこともありますから、とにかく、IR 業者の言いなりになったという、僕は結局それをいろんな形で市長とか IR 推進局長は、こじつけて理由を説明してますけども、
基本的には、まあ、逃げられないためにですね、とにかくあの地下鉄の202億円は、まあ負担させるけども、それを倍もう数倍のお金を、まあ、市が負担するという、そういうので決着したんじゃないかと。だからこそあの MGM オリックスは、まあ、手を挙げてですね、結局それに決定したという、そういうのがあの募集要項とかなんかの、まあ、流れを見たらですね、非常にはっきりしているという、そこら辺はやっぱり僕も大阪市民ですから、税金を払っている立場からしたら、その経過をはっきりさせてくれということを、まあ、声を大にして言いたいということです。はい、陳情書出してきた、あのついさっき出してきたんですけども、まあ、大体今日ここで発言私がしたようなことをあの陳情書の趣旨に書きましてですね、あまりにもその経過が不透明であると、そこら辺を今度 の司会の委員会審議でですね、しっかりあのはっきりさせてくれという、そういうところが1点と、もう1点はやはりあの市民が本当にあの問題が非常に分かりにくいものですから、あの情報が伝わっていないという、まあ、最近のこといろいろ皆さん新聞各紙テレビで報道されてますけども、本当にあの市民にとってはですね、あの非常にあの分かりづらい問題があのずっと続いている。だからこんなにあのまだ何十年後の話だなろうという、しかしでも現実にはこれから資金ショートしたらですね、一般会計から負担を迫られるというところで、その市民の声をやっぱり聞けという、単に説明会を公聴会をやったからそんで済むんじゃないということで、今議論になっているあの議員提案の住民投票もその一つの、まあ、重要な選択肢として、ね、あのやるように求めたという、まあ、そういう2つの陳情書、2つの内容の陳情書を出しました。なので、審議を尽くしてほしいということと、住民投票を求める陳情書を、はい、押さえていいですか。はい、ありがとうございます。出されたのはあの山田さんのお名前、お一人で持ちあのとりあえず私 の個人として多分私も出します し、まあ、かなり皆さん多分蜷川さんも出されると思います。そうですね、多分我々だけじゃなくても多くの人がですね、関心のある人、あの説明会とか公聴会で発言した人もあの たくさんおられますから、あのそういうあの個々人が、まあ、あの出した、まあ、団体でも出すところがあるかもしれませんけども、あの基本的に多分あのこのメンバー有志も懇談会としてっていう肩書きではなく、まあ、団体があるのであれですけれども、共通して言えるのはその2点です。790億円の新調審議と住民投票の実施です。他にどうでしょうか。シミュレーションなんですけど、ちょっとまだその検討に足る材料もないのかと思いますけれども、この今年が甘いというのは具体的にどういう点が甘いのか。さっきちょっと言うように、結局、本当に土地が売れるかどうかというところですね、その、まあ、IR、万博の工事とですね、IR のまた工事がずっと続く中でですね、本当にその、またその近くなり、あるいは先島でもいろんなあの車の量が増えるような中でですね、本当に土地が、その、売れるかどうかが非常に見通しがはっきりしないという、まあ、特にこういう経済状況もあったりしてですね、でそれとまあ一番この見通しのあのところにも、現在の試算では資金不足は生じていないが、その前提条件となっている収益、事業費等々が変動することによって、資金収支が悪化し、まあ、あのマイナスになり、資金不足に対応する必要が生じた場合には、一般会計から地方公営企業法第18条による長期貸付、まあ、有利子に対応するという、もうわざわざここまで、こういうことを書いてまでですね、まあ、書かざるを得ないような、そういうことを、まあ、その公安局はまあ、考えている。で、まあ、公安局にとってはですね、本当にこの、まあ、自分たちはやっぱり公安、まあ、大阪港というのは非常に
関西の、まあ、非常に重要な拠点校であるわけですね。それがなんかもう IR かなんかのカジノによってですね、まあ、かき回されちゃってですね、顧問局の、まあ、心ある人と話をするとですね、まあまあ、僕なんかに対してようそういうことを言ってくれたというような感じの、そういう人も多いわけですね。なんか本当に公安の本来の役割を果たすことができないような状況に、まあ、このもう数年間追い込まれているという状況、これがまた長期にわたって続くという、だから本当にこれ、まあ、ごく単純に考えれば公安の専門家に聞いてもですね、その万博で IR、この10年間の間、もう本当に公安の、あのコンテナターミナルがうまく機能できるかどうか、その間にもう神戸港へ全部もう行っちゃうんじゃないかという、そういうことを心配しているあの専門家もいるような状況でですね、だからこんなあの見通しは本当に立てられるのかどうかという、まあ、どういう形でも、まあ、あのこういうのは線は書けますからね、まあ、あのだから、まあ、その非常にそういう意味でも楽観的だということを、まあ、先に言いました。以上です。他ありますでしょうか。はい、お願いします。大阪に研修稲川さん の、 2番サブテーマの命を救う視点はないと森さんの方の、はい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 、お教会としては、海上系統何人の環境法でしか考えてないという、民主の連帯環境法では考えてないので、まあ、それのもっと詳しい具体的な話とかは、環境保全措置というのが、環境アスメントというのは、調査をして、その結果でどういうふうな影響が出てくるかというふうに予測をして、でそれを、防ぐために保全措置というのを書き上げるんですけども、その中で書いてる文言がこれなんですよ。だからこれ、引用文なんですよね、いわゆるその事業計画、海上計画の環境保全、要するにその海上難におけるその、小アジサシが影響した場合においてはそれを保全しましょうと。で、その前提で小アジサシが来ないように防潮ネットを張りましょうと、こういう環境保全措置の文言を引用するだけの話であって、だからこういうことをやります、こういうことをやりますと、この調査の結果こういうことが起こりうる可能性があるので、予測したら起こりうる可能性があるので、それを防ぐために環境を守りましょう。どの環境を守るかというと、海上の環境を守るということです。事業計画の環境を守るんです。小アジサシとか生物多様性とか、そういう環境を守るものではないんです。彼らが言っている、それはそういう視点というのは、事業を優先するアセスであるということについては、多分専門委員の学生の人たちも、こういう名刺出せないですけど、環境部の人たちも大阪市の言ってますよ。はい、もう一つ、その次のページのところ、事業の進捗に合わせたフォローアップの技術調査、これで決まっている部分ですけど、技術調査によって何か変えていけるとか、技術調査による権限みたいな。はい、補足資料の方である、書いたんですけども、今後の展開だけ簡単に言いますとですね、2月中旬に大阪市長が意見を出します、うん、こういうことを、この評価書っていうのは今専門委員会が意見を述べました。それを踏まえて大阪市環境部をがベースにして大阪市長意見を出します。添付資料は専門委員会の報告書です。でそれを踏まえてここを修正しなさい、なしは全て OK ですというふうな形で大阪市長が2月中旬に意見を出した後、それを修正するなり何なりをして評価書というものが出てきます。まあ評価書の内容と準備書の内容は本来一緒が多いんです。ただ今回の場合だいぶ専門委員の皆さん頑張ったので一定の指摘が出てきてますから、それを修正に入っていると思うんです、今の段階でね、もうすでに。でそれが結局こういうふうに評価書できましたというふうなものを準備しながら大阪市長意見を待っているという、万博協会として大阪市長意見を待っているという段階ですけれども、それでその評価書がその大阪市が出すであろう予想される修正意見を想定した評価書も作ってますよ。でその多分それが
3月ぐらいに出してきて1ヶ月間縦覧となるんですけど、そこにはもう修正というのは入りません。多分今僕がいろいろ聞いた話したら4月までゼロコムだろう、投資予定が予定から遅れてるんですよ今、アセスが。だからそういうふうな状況で4番目書きましたけれども、評価書っていうのは準備書に対する主張意見を踏まえてその内容を修正したものが評価書なんですけど、でそれを出てきた評価書を市長が確認をして補正予算要求するか認めるかっていうふうな形で認めたならば1ヶ月間万博協会は縦覧をします。それをが終わらない限りは工事できないんです。それ終わってから工事なんですけど、でただ着工前に最後に書いたような事後調査計画書の提出広告縦覧、これもしなきゃならない。だからここにこういうふうな形工事進めますというふうなことは分かってる範囲内で書かざるを得ないんですね。だから随時書かざるを得ない部分が出てくるんです。工事は進み、だ例えばその会場計画の中においてこれだけの国が増えましたと、だからこういうパビリオンを作りますと、こういうようなことも工事変わってきますから、だからそういうふうなことも含めて今後どういう工事をしていくのかということを随時事後計画、事後調査計画書って出さなきゃならないと、これは義務なんですね、そういうのがもう環境影響評価法に書いてある法律で決まったことですから。だから僕らがよく環境発生問題やるのは必ずそういうことを踏まえて万博協会になり万博協会を交渉するんですよ。どうなってるんだこれはって言っていうふうな市民の圧力を含めてやっていってチェックをしていって、やってなかったらおかしといい、できてないよということを大阪市に行って大阪市の指導をどうするんだっていうか、地元大阪市とも交渉するという、こういうふうな今後の温度転換です。はい、ありがとうございます。もう一つ武田さん、事業撤退リスクおとついの IR 推進会議の中でも、議員の方がそういう質問があって、事業撤退のリスクを契約というか、他にビルドインすべきだというような意見が出たんですけど、事業撤退リスクに対して何か、やること全体になってしまいますけど、やるとすれば何か方法がある。多分無理だと思います。というのはやっぱり民間事業者ですから破綻の可能性もありますし倒産の可能性もありますし、投資家株主が納得しないような投資っていうのはできませんから、民営化とかでもそうですけれども、だから契約解除になった場合どういうふうな例えば保証撤退しないではなく撤退すればいいどうするかっていう話になろうかと思いますので、完全に撤退を阻止することはできないので、私もよく思ってたんですけども、本当にプラン B がない、IR が来ない場合どうするかっていうプラン B がないままに一社しかないのに MGM オンリーで進めてるっていうのが、もし MGM がこけたらどうするんだっていう、何の保証もない、しかも契約解除の規定もないから、 MGM からどういう保証、そういう場合そういうどういう保証されるかも分かんないって、多分ない、今のままではないですよね、契約でないからっていう。本当に IR 事業者はノーリスク、大阪府市だけがリスクを負う形の中身になっているにもかかわらず MGM にすがりついているような状態になっていると私は読めますし、本当にそこまでしてすがりつかないといけないのかっていうのも、そうやっぱりそれはこんだけ1円も税金使わないって皆さん思われてますよっていう中で、後からこんなにお金がかかるっていうことが蓋開けたら分かる、しかも何千億円っていう大阪市税7500億円しか税収ないのに、その年間税収をもしかしたら将来的に上回るぐらいの負担をするかもしれないっていう、すごい大きな選択をするわけですが、そんなこと大阪市民知らないっていう中でプラン B がないまま座りついていいのかっていうふうに思ってます。深夜の深夜です。ごめんなさい、今日ご指摘ですとか主張はすごく丁寧に説明していただいてよく分かったんですけれども、先ほど陳情書も各個人に出されたということで、夢島懇談会の団体として市に要望書出されたりですとか、何かアクションを起こされたり、あるいは今後そういうご予定があったりするんでしょうか。そういえば今日
いっぱいやりすぎて忘れてました。この市長意見に対しての要望書を、1月上旬に提出してます、環境局の方に。今言ったのは IR、 あ、IR、 蜷川さんがご説明してくださったのです。あ、そうです、そうです。カジノについてはまあこれちょっと検討して検討します。今日これからでも別に団体として、団体としても出すのは全然できるので出します、うん、から出される。あ、はい、2月7日7日締め切りですからあまり時間はないんですけども、はい、まあ、非常に事態が非常に流動的といいますか、まあ、我々もどう考えたらいいのかというところ、1点だけ、私万博に関してですね、この前26日に石毛事務総長がですね、万博を予約制にするなんていうの発言をしたということが関西プレスクラブでやったという講演でですね、僕それ聞いてびっくりした。愛知万博の流れをずっと見ててですね、5年前に会場を変更したわけですね。で2820万人を前提に会場計画とかなんかアクセスとか作られた。でも石毛さんはですね、アクセスがもう十分確保できないからですね、観客をまあコントロールするという、そういう発言をされたということを、まあ、ウェブ、産経ウェブかなんかで見たんですけども、もしそれが事実だとするとですね、本当にさっきのアセスメント自体、そういう前提で私も意見書を出したりしてきたわけですね。こんな事業計画で大丈夫ですかという、だからそういうことが本当に協会の中でかなり検討されて、ああいう発言がされたのかどうかがですね、非常にぜひ皆さんの方でですね調べてもらいたいというか、非常にそういうもし2820万人確保できなかったら運営費702億円は当然確保できないわけですし、まあ、そこの赤字がまた発生する、東京オリンピックと同じことがもう今の段階ではっきりしてきたということと、でもその2820万人を前提にして、ああいう大屋根を作るとかなんかを、まあ、提案しているわけですけども、その前提が崩れるということを認めた。僕らは万博を半分にせえと、入場者をね、まあ、そういうようなことも僕自身はそういう要求してきましたけども、それに近いようなことを協会の最高幹部が発言したということは、私非常に注目している。まあこれ今はもう大阪 IR カジノで頭がいっぱいなんですけども、万博の方でもですね、そういう新しい動きがあることだけはぜひ付け加えたいということをちょっと述べさせてもらいました。この間に先ほどの要望書について確認させてください。1月上旬に提出されたのは市長宛てですか、それとも市長宛てですか。市長宛てです。市長宛てです。それは市長宛ての要望書、はい、環境局長なり市長宛てです。はい、夢島懇談会のブログをしておりますが、そのブログの方には、まあ、要望書であったりとか全部ありますので、よかったらお願いします。これから出される IR に関するものは、まあ、陳情書になります。陳情書、はい、で内容も先ほども要望としては2点ですね、はい、住民投票の実施と790億円の新調審議です、はい、ありがとうございます。だいぶ時間、他にどうでしょうか。はい、大丈夫そうですかね。はい、では、長時間になりました。ありがとうございました。